ゆんちゃんを嫉妬させたい。 VAMVI ハロハロ、どうもバイユンです。あー、はい、ということで早速今日も撮っていきたいんですけども、みんな大好きゆんちゃんをドッキリにかけていこう大作戦。はい、ということでね、早速今日も撮っていきたいんですけども、ちょっとね、最近ゆんちゃんが僕のことを舐めてるんですよね。そっちを舐めてるじゃない、そっちを舐めてるじゃないんだよね。ゆんちゃん犬じゃないんだから。ということで、ゆんちゃんに僕が何を舐められてるかっていうと、なんかね、ちょっとゆんちゃんがもうバレンタインも、この間もバレンタインもそうですけど、なんかちょっとバンビくんモテないよねみたいな感じになってるわけですよ。いやいやいや、なんてと、平成最後のモテ男に何を言うんだということなわけなんですよ。叩かないでくださいね、コメント欄で。ふざけてますから、僕ふざけて生きてますから。なので今回はね、もうバンビはモテるんだぞと、バンビに女っ気あるよっていうことで、撮影部屋に知らない女の人の下着があったら、ゆんちゃんはどういう反応するのか。ちょっとなんかここら辺のソファーの人形がバーって散らばったりしてて、ここにちょっと女性の下着が挟まってたりなんかしちゃったら、あれ今朝なんかあったのみたいな、そういう感じになるわけですよ。そこでゆんちゃんはもう嫉妬にね、あれ狂ってもうね、すごいことになるわけですよ。もうこの部屋の機材を壊しに壊し、もう暴れまくるわけですよ。そこでゆんちゃん、実はこれドッキリなんだよって言ったら、もう、あ、そうなの、もう心配したってなるわけですよ、ゆんちゃんは。だけどもね、この家にはちょっと女性物の下着がないので、一旦ドンキに行って、ゆんちゃんが一番着なさそうな、まあ清楚系ではない、ちょっとギャルっぽいキャバ嬢みたいな下着を買って、ここにセットインしていきたいと思います。それではドンキ行きましょう。ってことで早速、やっていこう。スポーツブラ、レースの下着、スケスケオパンティ、これらの下着は世の男性たちをムラムラへと駆り立てた。バンビはこう言った。それらのすべてはドンキーホーテにあると。探せ、この世の下着、まあ昨日の下着も全部ドンキーホーテに置いてきた。好きだ。やっぱ完全に不審者だ。皆さん、皆さん、買ってきましたよ皆さん、男性諸君、買ってきましたよ。いや、もう罰ゲーム、マジで罰ゲーム、ほんと罰ゲーム、ただの罰ゲーム、すんごい恥ずかしかった。不審者っぽかったしね、俺。ということで皆さん、おそらくゆんちゃんが一番着なさそうである遠い存在の下着を買ってきました。てか、ドンキーってさ、ちょっとさ、なんかエッチいもん買うとさ、この袋入れてくるじゃん。でもこの袋を入れてくるのは、あっちは親切かと思ってるかもしれないけど、この袋に入れることによって、あいつはなんかまたちょっとエッチなもの買ったんじゃないのみたいな目線で見られるわけなんですよね。まあちょっとエッチなもの買いましたけども、はい、ということで、ちょっと僕が今回買った、まあこれキャバ嬢着付けてそうだなみたいな下着はこちら。なんかこれ大丈夫、これモザイクのがいいのかな、これモザイクのがいいのかな。まあこれでも純粋なドッキリですから、その下ではないですから、これがちょっと僕の中でやっぱ一番そのギャルというか、まあキャバ嬢がつけてそうだなみたいな感じなんだわけですよ。なんかフルバックとね、ティーバックね、なぜかね2つついてて、非常にね、お買い得といった感じですね。何やってんだ俺は、何やらしてんだお前らは。まあまあ、しょうがないですよ。これはドッキリですから、僕の趣味とかじゃないですよ。僕の趣味とかではないですけど、ティーバッグにしようか、ティーバッグ。まあ普通にこの紐付き用パンティーをセットして、なんかここら辺の人形も、人形をちょっとこう、なんか破天荒な感じに。で、なんかちょっともう撮影するから、ちょっと片付けてみたいな感じで、こう、撮ったら、こう下着があるみたいな。ということで、まあちょっと上にね、隠しカメラセットして、やっていきたいと思います。ちょっとね、さらにリアルさを出すためにね、こうちょっとティッシュを巻いていこうと思います。ティッシュを、ちょっとシコティをここら辺に巻いとけば、ちょっとかなりこれでリアルになると思います。じゃあ、あとは到着を待ちましょう。はい、ということで、ゆんちゃん来ました。早速やっていきたいと思います。今日もやりますか。じゃあ話そう。あ、てか、昨日とどんどん友達が泊まり来て、え、ちょっと直しといてくんない、俺カメラとかまだやるから。最近で一番荒れてるよ、なんか。いや、友達が泊まらせてって急に来てさ、昨日。あ、そうなの。ここならいいよっつって貸してあげたの。そう、ここならいいよっつって泊まってったからさ、人形だけ戻しといてくんない。俺またちょっと持ってくるわ、書き出してくるマリオが。じゃあ、勝たしといてね。
一瞬。うん。カメラセット失敗だった。あれ、どうだったっけ。違うよ、微妙に。なんか違う。でも逆だし。バブ君。え、なに。なに今。なに、なに。なに。なに、なにが、なにが、なに。今。何怖い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 。何隠したの。隠してない。何隠したの。隠してねえし。隠した見えたピンクいものが。ねえ隠してないって。何隠してないって。ちょっと後ろ向いてみ。隠してないって。どこ行った、ね、どこであった。あーあすーちゃん隠してない。あじゃあこれ何これ。ねえ。え隠したっしょそこに。こんなじゃん。ドッキリじゃん。いやこっちのセリフよ。いやユンちゃんじゃん絶対。いや怖い怖い怖い。ここにあるの。何これ待って。じゃあ昨日男友達が泊まったんだよ。え男友達が。嘘じゃ女じゃんこれは。じゃあこれでおかしいよこれは。昨日女の子泊まったんだよ。じゃあなんか罠っしょこれ。はめ落としてるっしょ。いや違う。こっちのセリフなんだけど。違うおかしいじゃん。電話してみるわこれ。これはおかしいよ。俺も知らないもんこれちょっとだって。これなんかだって。使ってるよこれ。これ違うよこれ。なんだマジマジと見んなよ。絶対あれだって昨日泊まった友達が呼んだんでしょなんかそういう店とかで。嘘じゃん。マジ。何があったの。じゃあ俺もつながったわ全部。何してたの。全部つながったあのティッシュといい全部、うん、男友達が呼んでそういうことしたからこう散らかってたんだ。ね嘘じゃん。いやマジ。顔は笑ってるもんだって。笑ってない。そういうことやん、ね、なんで嘘つくの。言ってもらわないとなんか気まずいじゃん。俺が今一番気まずい。そんなできたの。できてない。違う それ言うやん。できたら別にそんな。そうだからなんで言わない。違うこれはマジで恥ずかしがることでもないしさ。じゃだからびっくりしたのよ。びっくりして隠したのよ俺。なんかさなかったことにしようとしてたじゃん。全然びっくりしてないよ。分かった正直に言うわ。これ俺の。それはきつい。その嘘はきつい。マジこれ俺の。じゃあもう言うわじゃあ。何？いやこれ隠したんだけど、女性ものの下着履くと集中できんだよ。たまにそういう人いるじゃん。芸人とかでも。うん、まあ、テレビで見るね。そうそう。ブラジャーとかさ、下着とかつけると、だから撮影前は、撮影の時はいつも女性ものの下着つけてんだよ。え？これ俺の。嘘だ。俺のパンツ置かないでしょこんなとこに。マジ俺のパンツ。いやそれはきつい。じゃあな、俺が今下着つけてたら信じんのじゃん。女性ものの、まあ、つけてたらね。マジで嘘です。いや本当は言いたくなかったけど。え本当に。だから撮影前はいつもつけてんだって。いや言いたくなかったけど、これほん相方にそんなこと言いたくなかったけどつけてんだよ。だからほら。え撮影前はいつもつけてんのよ本当は。女性も下着を。いやこれは、ね、理解してほしい。単純にこれはつけてる方が背筋伸びんのよ。引き締まるっていうか、よしやるぞって。なんで言うに片付けさせたの。いやいや潜り込ませたから出てくると思わない。じゃあ今度一緒に買いに行ってくれる。女性ものの下着選んで。いいよこれ D の75。ちょうどいい。俺がちょうどいいサイズ。あ、ちょうどいい。 D の75。これあげるでしょ。いや、いいよ。ファイトガーだって。秘密をなんかだって共有しようよ。これ隠れて履けばいいの。いや、お揃いのあるから。ねえ、なんで。俺あげるから。ねえ、なんこれでチャラにしようよ。で、これで相方、お揃いのパンツ履いていいじゃん、それで。これ内緒だよ、言っちゃダメだよ、他の YouTuber に。言っちゃダメだよ。別に聞いたりはしない。ヒカキンさんに言っちゃダメだよ。ヒカキンさんにだけは言わない。なんか優しいな。ヒカキンさんはいいけど、ヒカキンさんに。なんで。ヒカキンさんは理解してくれるけど、ダメ。ヒカキンさんは理解してくれないよ。あんなことないよ。ヒカキンさんもつけてる。本当はこれ言っちゃダメ。そうなの。仲間だから。よく似てるって言われるじゃん、顔。これも同じだから、これ言っちゃダメだよ。バービー君どこ行くの？ドッキリでした。でしょうね。はい、ということで、おかしいもん。ゆんちゃんは
女性物の下着を見つけたら嫉妬するのかでした。これどうよ実際どうだった？ユンちゃんを一人にしようと思って一回。あ、そういうこと。そう、一回一人の時間を作ろうと思って、うん、最初ここで見つけた時は、うん、気まずかった女気ないって思ってたのにちょっとなんかショックだった相方としてはあ、なんかそのピュアな生き物が実はそうだったみたいなショックで。そう、なんか。あ、なるほどね。はい、ということで、まあユンちゃんね、絶対嫉妬しただろうと、思った方はね、グッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いします。バンビ本当にそういう癖ありそうって思った方も高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますってことでまた会いましょう。まだなー。ドンキで買った。わざわざ気まず。店員さんめっちゃ変装して買いに行った。